ただいま。ただいま、主たち。ちょっと見て。見て。上着も脱がんと失礼します。今日な、なんか出かけたところでな、フリマみたいなやっとってな、買ってきてん。見に来て。手作りでさ、これ作ったみたいでな。これ買った分全部中入りとんねんけどさ、見てくれる？めっちゃ可愛いねんて。デニムでさ、作った猫グッズが売っとってんけどな。猫最強。ほら。可愛くない？ほんでな、こんなかな？あ、あんちゃんごめん。クッションなっとんねんけどさ、ほら、見て。冬用と夏用。ルロイで。ルロイでこれ。ほら。あ、潰れちゃう。ほら。めっちゃかわいい。これ、一個しか売ってなかったんけど、なんか、まだ次来るときに、家にあるの2個ぐらい持ってくるって言ったから、もうそれもな、多分買うと思う。うん、買いに行くと思う。見て。ほら。何しとん？狭い？あんた！かわいい！見て、かわいい！あんちゃん、いいねお家。あの、お姫様ルームをさ、最近さ、ちょっと、下ボにやられて、もうあの、破棄したんです。その代わりに、ほら、チビニャンズは入れるわ、これ。かわいい！めっちゃいいやん。あそこ、ノアチーがすごい顔してます。ノアチー。かわいいな、これめっちゃいい。ほんまめっちゃ気に入った。ほんでな、あと、あの猫のタオル、ハンドタオルと、これはおまけでくれてん。猫の抱き枕。いる？ミロロッチにあげる。ミロロッチに。なんだ？なんだなんだ？何するやつかわかる？ん？ほら。結構するの。使い方ちょっとわからへんかもしれん。私だけが大満足しておりますが。で、これ。ほら。クッションカバー。手作りやで。ほら。このさ、デニムの中におる猫がめっちゃ可愛いねんな、もう。たまらんわ。このサイズのクッションないから買わなあかんけどな。あと、これ。ティッシュカバー。かわいくない？めっちゃ気に入ってんけど、買っちゃいました。で、あとは、ポーチ。ポーチも買いました。ポーチなんか私いっぱい持っとんねんけどさ、可愛いの見たらついつい買っちゃうよね。で、これは、にゃんころの、なんか遊ぶやつ。これも、何？あの、おまけでくれた。こうやってやったら蛇みたいに。あ、蛇みたいな、これ。君たちちょっとママと遊ぼう。蛇だぞ、蛇だぞ。